神社山道にある幸運の河津三福帰る。千姫天満宮は兵庫県姫路市山の井町にある神社、男山の中原に鎮座している。千姫は天神を信仰しており、天神の木造を祀っていた。1615年の大阪夏の神で、秀頼が自害し千姫は家父となるが、その翌年、1616 16年には本田忠時と再婚。 1617年に、忠時が姫路に奉放されると、千姫は、本だけの繁栄を願い姫路の天文の沈めとするため1623年3月に、男山に天間宮を建立し6枚の羽子板を奉納した。千姫が生活していた姫路城塞の丸から、拝礼できるように東向きに造営されており、千姫は、長局の廊下から拝礼していたと伝わる。 千姫が奉納した羽子板にあやかって絵馬は羽子板の形になっており、ふもとの店で販売している。また、切手を貼れば、郵便物として郵送も可能。学業成就のほか、忠時と千姫の夫婦仲の良さから、恋愛成就のご利益もあると言われている。男山三社、千姫天満宮。はよう万宝知恵袋には、天満宮祭神蘇神。 池田テルマサの愛室の混流との記述があるため、千姫以前の池田テルマサの頃にはすでに死者があった、可能性が高い。ご水のお天皇の即位及び、大阪の陣などを理由として7月に、源内へと改元された。姫路志向法推進委員、千姫気候姫路縁結びご利益めぐり。ありがとうございます。